皆さん、こんにちは。パトリック・カマブです。で、今回は、トラビス・ジャパンが踊る嵐のモンスターを見ていきたいと思います。これはですね、しなやかで、あでやかで、王子たちの芸術作品という感じです。トラジャに踊れないジャンルもあるのかと、もうびっくりでございます。で、こちらを見ていきたいと思います。で、そんな僕は普段、ダンサーをしながら、ダンスメディアの運営や、ダンスオンラインレッスン授業など普段やっておりまして、このチャンネルではジャニーズを中心にアイドルのダンスの素晴らしさを伝えるべくダンスのリアクション、ダンス解説などをやっております。よろしくお願いいたします。では早速モンスター見ていきたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ。ワクワク。ふぅ。おー、いいですね。かっこいいね。引いてきて。歩いてくる。ワクワクが止まりません。ちょっとコンテンポラリーチック、ジャズチックな振りなんでしょうね。いや、楽しみですね。で、裸足ですね。行きましょう。ウォー。おい。うわ、美しい。美しいでございますね。で、初っ端からやばいですね。行きますよ。ここですよ。ここのスンっていうところの音をとっていますね。ここも揃うんですよね。これがもうどういうことと。でもこんなジャンルもできる。イエーイ。ああ。で、しめちゃんのこの滑らかさ見てください。はい。この押していくとき、もうぐーんとね、しっかりと胸をリリースをしながら落ちていきます。ここね、超綺麗ですね。からのフロア。おい。海くんも超いいですよね。このフロアでの動き。あー、綺麗。おー。こうやって足を回していくタイミングさえもシンクロしますね。あー。イエス。あー、いいね。おー、ターンね。やっぱチャカちゃん、こういったのもうまいんすね。半端ない。今のターン見てくださいよ。ここクイーンとね、上に吊られているかのように、マリオネットかのようにこうクーッと吊られてターンをして、軸が一切ぶれないじゃないですか。中心にあって、さらに回ります。すげえ、いいね。あーい、下がりきるとこいいですね。シー君、ここの表情からのグッとね、下がりきる。もうここで膝で頭打っちゃうんじゃないか、額打っちゃうんじゃないかぐらい。あーい、やばい、しめちゃんに目が行く。ここ見ましたか、これ。肩甲骨からぐいーっとね、大きく回していきまして、ここのね、脇腹を潰し切っていますね。ここまで縮められるっていうのもすごいんですよ。伸ばすこともすごいんですけど、縮められる可動域っていうのもありまして、素晴らしいですね。いいよ。おお、速点。いや、いいね。あい。あはい。チャカちゃん。ここ。美しすぎる皆様。もうそれぞれ美しいですけども、チャカちゃんのね、この、見てください。この足先。ぐっとね、ここまで力を入れて表現してますね。はい、フロア美しい。おほー、バランスどうなっている。ここもね、すごいですよね。片足だけで全部支えてますね。はい、ターンいい。ターンいいし、足の使い方ですね。ここ、わかりましたか？
チャカチャのところをしまい切ってるんですよ、内側に。これね、この精度がやっぱりターンの質に関わってきます。最短距離でくるっと回るためには体の四肢をですね入れ込む必要があるんですよね。で、大きく見せるのに手はぐるっと回している、使い切りの差っていうのがすごいですね。うん、わーい、対空時間、源太くんかな、端っこ見てください。こんなに飛ぶのみたいな、くーっとね、一瞬時が止まるようなジャンプ。うん、イエーイ、イケメン。かっこいい顔。そして何より、こういったのはですね、ノエル君に注目しなきゃいけないんですよね。もう終始やばかったんで、ちょっとあえて触れなかったですけどね。ここにいらっしゃいます。ここの初っ端の美しさですよ、座って。で、これってね、左右に大きく開きがちなんですけども、そこまでねやりきらないんですよね。ここラインに沿って綺麗に作っている。あー、でここのやっぱりためと落ちていくところの綺麗さ、落ちきったところでも体がブレてないじゃないですか。素晴らしい。あー、ここのキックのバランス半端ないですよね。これね、高いキックでも、あー、でここのためですよね。クーッという曲に合わせて、あー、でつま先もねきっちり立てて、素晴らしい。あー、でこのターンの時ね、チャカチャもそうでしたけれども、ノエル君美しすぎる。ここね、膝もきっちりと上がってますよね。これがやっぱ違いますよね、一人。うん、はーい、ここですね。C 君でも行きましたけど、一個ためが長いんでございます。ぐんと、イエス。あー、綺麗ですね、今のパパンってね。俺がやるともうブレブレになっちゃうんですけども、ここ美しい。おー、何それ、やっぱバレーやってたんです、したっけ。ここ上がりますよね、すごい。わあ、側転、獅子が長い、長いですね。今の手上げたところとかね、ここ美しい。あーい、どういうことですか。ターン回りながら押していくのギリギリまで残してますね。もうちょっと前、はい、うん、入れ込んでのフロア。ああ、ここのね切り替えもいいですね。足を踏み替えてしっかりとした向き替えのターン。もうちょっと前、ガンガンガン、イエス。うん、いいですね。あーい、足さばきがもう美しい、ロイヤル。うわー、最後見ました、くるって回って着地のところの胸のリリース感、あそこまで胸を出して腕を広げてっていう使い切りが、あの場でこの瞬間でできる、ここですね。素晴らしすぎる。うん、いやー、もうかっこいいな、シック。マーチュー、いい表情。はい、マチュのこの最後のピョコっていいですね、シャツを。かっこいい。ふー、タイガー、いやー、素晴らしい、ありがとうございました。皆さんいかがですか。トラジャー、こういった踊りも
めちゃくちゃうまいんですよ。もう衝撃ですよね。ヒップホップだけじゃなくて、こういった振り付けもみんなが踊れる。もう誰かだけじゃないんですよ。みんながすごいクオリティで踊れるっていうのがトラジャのすごいところだなと思います。で、特に今注目したのは、しめちゃんとちゃかちゃんとノエルくんっていうのは、こういったジャンルの振りの時に結構強みを出してくるんだなっていう風に感じました。みんないいんですけどね。はい、今回は以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。やばかったですよね。で、今後もトラジャのダンスですね、いろんなものを取り上げていきますので、トラジャの皆様、ジャニー好きな皆様、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。またよければ高評価の方もポチッとよろしくお願いします。で、コメント欄ね、もうトラジャのすごいとことかわちゃわちゃお話できたら嬉しいので、お気軽にどうぞよろしくお願いいたします。ではまた皆様、次回の動画でお会いしましょう。お元気で。ではでは。